でところが木下さんや野保作さんのお話にもあったと思いますが、自治体は本当はこっちなのにこっちだと思って運営していることが結構あるんですね。国の制度と混同して運営していることがあります。例えば市長が何かやろうとして重要なことなのに市民に説明してないというふうに市民から批判を受けたとします。その時に確かに時間がなかったので今回は市民全体には説明できなかった。でも市民の代表者である議会に説明したから市民に説明したことになりますっていう市長は結構いるんですね、世の中でも。ね、それはこっちと間違えてるんですよ。こっちならそれが通用します。国の制度なら内閣は憲法上国会に責任を持っています。国民に責任を持つとは書いてないんですね、憲法上。本質的に国民に責任を持つのは当たり前ですけども、内閣は国会に責任を持ちます。国会が国民の代表者として行動するんです。だから国会に説明しましたっていう説明は成り立ちますけれども、こちらは市長は議会から選ばれているわけではありません。市民から直接選ばれています。ですから議会に説明したから市民に説明しなくていいんだっていう話にはならないんです。市長は例えば条例案を議会に出す前に議会に説明しなくても市民には説明する義務があるんです。議会には説明しなくても市民に説明する義務があるんです。こういうことを言うと、先ほど木下さんが言われたように議員の心理を逆なでするっていうことにはなるんですね。私も市議会3期やってどういうことを言うと逆なでするか分かってるんですが、言いたいことを言うっていうのが原理主義者ですね、すみません、はい、でもね、そうなんです。だから議会は決めるとこですから、市長はいずれにせよ議会に提案して議会と議論をしながら決めていくんですね。だから事前に説明する義務があるのはこっちなんです。でこっちに市民に広く説明するっていうことは議会にも議員にも当然分かるわけですから、そのいきなり議会に出すってわけではないですよ。市民に広く説明してるってことになれば議会はちゃんと分かってるわけですから。だけど義務があるのはこっちですよっていうことなんですよ。でそれと、先ほどもここの一体化の話が出てきましたが、国の制度は一体化するんですね。国会 の、全体というよりも与党ですけれども、国会の与党と内閣は一体化します。で与党の責任者と内閣の責任者は同じですから、麻生さんは、今連立ですけどね、麻生さんは自民党の総裁であり内閣の総理大臣であるわけですから、ここのトップは同じなので、与党って言うんですけどね、議長って言うんじゃなくて与党って言うんですが、与党と内閣は一体化して条例案を法案を作るとか予算案を国会に出すっていう時は、国会の与党と内閣が十分協議して一致したものを国会に出して、国会では野党との論戦をするわけですよね。でもこっちは全く違います。ここは全然一体化しません。市長は市民の意見を徹底して聞きながら予算案を作ったり条例案を作ります。そして議会に出し、議会は議会として市民の意見を一生懸命聞きながらそれを審査して、全員が是々非々の立場で、全員が野党の立場でって言っていいぐらいだと思うんですが、少なくても全員が是々非々の立場で市長が出したものが本当の市民の利益になるのか、まちづくりにプラスなのかを判断して可決したり否決したり修正をするということになります。だからここは全然一体化しません。だから、ね、市長がね、市民の意見を一生懸命聞きながら市民と対話集会ばっかりやってこう条例案作ってるとかというとね、時として議会から市民の代表者である議会があるのに議会をさておいて市民と対話集会ばっかりやってるのは議会軽視だなんていう批判を議会がすることあるんですよね。私も最初の頃随分アビコの議会から言われましたけれども、でもそれも完全にこっちと間違ってるんですよね。こっちはさっき言ったように内閣は国会に責任を持ちますから、国会を抜かして国民とだけやってて国会にはちゃんと報告しないって言ったら国会軽視なんですよ。でもこっちは違うんですね。市長は市民から選ばれてる、議会も市民から選ばれてる。だからどっちもそれぞれが直接市民に説明責任を果たし、市民から直接意見を聞かないといけないです。だから市長が徹底して
直接参加をやっているから議会軽視だなんて言ってる場合ではないんですね。議会は議会も市長に負けないぐらいに市長以上に徹底して市民参加をしていくということです。議会の市民参加というのは先ほど栗山の例でも説明をされましたけれども、の決して市民が議員の自宅や会派の控室に行ってお願いするということではありません。まあ、それも別にやっていいんですけれども、議会のへ の, 市, の市民の参加というのは議会の正式な会議の場で市民と議員が議論できるということです。まあ、だから最低限請願とか陳情を出した市民は、その市民本人がその陳情請願を審査する委員会の場に正式に出席して議員と議論をするっていうことはやらないといけないと思うんですね。まずそれが第一歩のように思いますけれども、まだまだ市民の議会への参加というのはこれからの課題ですよね。ほとんどの議会がでも重要な課題だと思いますね。だね、議会がどういう場なのか、先ほど最後木下さんの話にもありましたけど、議会の基本的な仕事は何ですかっていうとね、行政のチェックですっていう方が結構多いんですよ。行政のチェックですって、これは議員さんもそういう言い方される方結構多いです。それは行政のチェックも大切でしょう、でもそれだけですかっていうと、いやこれからの時代は確かに政策提言も必要ですっておっしゃるんですね。だけど議会の基本的な仕事っていうのは政策を決定することなんじゃないですか、決定の場なんじゃないですか。でこれはね、理想だとか目標を言ってんじゃなくて今やってんですよ。決定を、条例だって議会が決めない限り制定されないわけだし、予算だって議会が決めないと成立しないわけですから、今議会はもう決定の仕事をやってるんですよ。やってるのに議会の仕事としての認識が薄いというのが現状だと思うんですね。だからね、議員同士の議論も少ないんだろうと思う。まあ、ほとんどないと言ってもいいぐらいですね。ほとんど執行部との質疑やり取りですよね。議員が質問して執行部が答えるというやり取りです、ね、監視だったら、行政のチェックだったら確かに議員がね、一人一人個人的な観点からチェックすることはできるでしょう。あるいは政策提言もそれぞれの議員がそれぞれの視点で政策提言することもできるでしょう。まあ、それだって本当は議論は大切なんですがね、まあ、個人的にそれぞれがやろうと思ったらできるでしょう。でも議会が自治体の意思を決めていく、議会が決定するっていうことが一番議会の中心の仕事だっていうふうに思えば、それは当たり前の話なんですかね。そう認識すれば議会が自治体の意思を決めていくときに議員同士徹底して議論するっていうのは当たり前なんですよね。それがないと議会が決定できるはずがないけれども、議論なしで決定の仕事をしてる、していながらあまりそこに認識がないというのが議会の現状だと思うんですね。だからね、行政への監視というのも議会が決定したことをちゃんと市長や行政が議会の決定の趣旨を生かしてやってるかどうかをチェックするんですよ。行政のチェックが先にあるわけじゃないんですよ。決定する場なんです、議会は。で決定したことを首長が行政がきちっとやってるかどうかチェックするという構造だと思いますね。